今回は疑問文にしなさいという問題が出た時の解き方を紹介します。疑問文にしなさいというのは、question mark をつけた文にしなさいということです。否定文にしなさいという問題を解く時に、B 同士があるか、CAN があるか、または 一般動詞があるか探したのを覚えていますか疑問文の場合も同じで be 動詞があるか can があるかまたは一般動詞があるか探していきます be 動詞は am、are is。 文頭から探してていって B 同士が見つかったらその B 同士を文頭に移動させれば完成します答えを書くときに B 同士 R の A を大文字にすること U の Y を小文字にすることそれと question mark を書き忘れないように気をつけましょう。文が長くても、意味がわからなくても。文頭から探していって。be 動詞が見つかったら、その be 動詞を文頭に移動させる。そして question mark をつける。これで完成します。 マークは人の名前なので「M」は大文字のままにしておきます B 同士が過去形であってもやり方は同じです B 同士の過去形は was were、文頭から探していって B 同士 w e r e が見つかったらその be 動詞を文頭に移動させて question をつければ完成します be 動詞が見つからなかったら今度は can を探しましょう文頭から探していって can が見つかったらその can を文頭に移動させて question mark をつければ完成します be 動詞も can も見つからなかったら絶対に一般動詞があるのでその一般動詞を探してみましょう 文頭から探していくと一般動詞 PlayPlaysPlayed が見つかりますね今度はその一般動詞に S または ED がついているかを確認していきます Play には S も ED もついていなくて Plays には S がついていて Played には ED がついていますね S も ED もついていなければ Do を使います S がついていれば Does を使います ED がついていれば Did を使います Do を使う場合 do を文頭に置きます does を使う場合 does を文頭に置いて一般動詞 plays の s をなくします did を使う場合 did を文頭に置いて played の ed をなくします Y を小文字にすること「Meg」は人の名前なのでそのまま「M」は大文字にすること「question mark をつけることなどを忘れないように気をつけましょう。